上げは恥ずかしいので内緒ですけど、内緒まあ尾形さんとかみたいにならなれるかもみたいな。本当にあそこで応募してなかったら僕の人生はどうなってたんだろうって感じがします。こんにちは、元木です。今回は海外ネットショップ経営者の一日を密着ということで、先日岐阜県岐阜市の方に撮影に行ってきました。でご紹介するのは、4年前にサラリーマンの副業から海外ネットショップイベイスをスタートさせて、2年前に脱サラして独立した尾形さんの一日に同行させてもらいました。現在では法人を設立して、事務所を借りてパートスタッフさんも雇用して経営されています。で今回は脱サラした後どのようにビジネスを展開されているかなどのリアルをお届けしたいと思います。ぜひ最後までチェックしてみてください。よろしくお願いします。尾形大輔と申します。はい、コンパスでリサーチの講師をやらせていただいております。年齢は41歳になりました。授業内容は今どんな感じでやってますか？基本的には手話、eBay、輸出、あとはコンパスの講師と自分のコンサル業ですね。はい、今日はじゃあちょっと1日密着ということで、はいはい、今日の1日の流れとかっていうのは大体どんな感じですか？まず大体8時ぐらいまでに事務所に出社して、はい、そこから掃除とか、事前の準備をします、はい、eBay 立ち上げて5アカウントの全部の売り上げの状況とかを確認して、で、午前中は仕入れをまずやっていって、で、10時ぐらいにパートさんがいらっしゃるので、そしたら10時ぐらいからちょっとピッキングと梱包作業の準備を一緒にさせていただいて、で、その準備ができたらパートさんはもう梱包に入っていただくと。で僕の方は引き続き仕入れの方を午前中やっていたりとか、コンサル生の対応をさせていただいたりとかっていう形になります。今はその eBay とかで事業規模ってどれぐらいの売り上げとかそういうなってるんですか？売上は恥ずかしいので内緒ですけど、内緒ご想像にもおかしい。いや本当ですか？まあでも5アカウントを運用されてっていうところで、はい、それなりの発送数なんでね。そうですね、発送数はかなり昔に比べると多くはなってきましたね。今月、来月はやっぱ1000は超えてきますかね、発送数っていうと。1000? すごい、はい、めちゃめちゃ多いですね。まあおかげさまで本当に。ここでいつもズームしてますね。そうです。うちのパートさんと僕はもうこれをつける。服が汚れるので、はい。もう朝食ですね。MNM。若返りサプリ。結構しっかり整理整頓されてますね。とにかく小スペース化っていうのはめちゃめちゃ意識してますね、なんで使えるところは全部使うって感じなんで、倉庫とかももうできるだけ棚を縦に上げてっていう、この後はちょっと eBay を始めて、そうですね、ちょっと仕入れと売り上げの確認、狭いのでなるべくこうスペースの有効活用するために、こういうプチプチとか巻き段とかを、楽器系もアンプがあるんでアンプにすぐつなげもうパッとできるように、で梱包材とかも全てここに、はい、あるって感じですね。はい、エレックスの箱も全部、はあ、全種類あるし、DHL もこうこっちもエレックスのサプライが全部ある、はい、でカッターとかもここに全部あるし、プリンター類とかも全部、パートさんもみんな音楽好きなんで Bluetooth スピーカーで、あーそうですね、マキタってすごくって、これインパクトドライバーのバッテリーなんで、そのバッテリーをこれで使えるっていう、現場で全部代替ができるように多分工夫されてるんだと思う。ダンボールカッターですね、はい、あとは普通に
インパクトとエアダスターですね。ここにとかがすごいんで、うんうん、これで飛ばすために。なんか動作確認って全部してるんですか？動作確認はしますね、はい、やっぱりこうクレーム入れられるときに動作確認してないと完全にもうねこっちが不利になっちゃうというか、やっぱり動作確認してた上で、例えばゲームとかだとリージョン違いとかでそこをバイヤーさんが不具合として訴えてるのか、本当に動作の不具合なのかっていうのをはっきりさせたいというところが、リージョン違いだったら、まあ、リージョン間違えて買ってるから、あなたに責任がありますよねっていうことで、まあ、例えば変装料負担してもらうとかっていう混淆もできるんで、うん、ただ動作確認しないともう、リージョン違いなのか動作不良なのかもわかんないってなると、そこは交渉が難しくなるっていう意味で、リージョン間に一回全部やってます。今日、これ、梱包するんですか？もう梱包してあるんですか、これ。梱包するんですか、これ。今日は終わらないです。あ、もう撮影してますね。お邪魔してます。よろしくお願いします。未開封で送れるやつもあるので、それはちょっと置いといて。10時から何時ぐらいまでいつもやってます？結構タイトですね。そうです。この絵はいつもあれだけ頑張ってやったのに。いただきます。大体開墾はあれで終わりって感じですね。はい、ざっくり開けて作業開始できるところまで。でそれで僕は作業に戻る。これラベル発行はまた後でやるんですか？一旦全部梱包して何の商品か分かるようにしてからまとめてラベル、12時半までできる範囲で全部進む。12時半をもうリミットで、もうそこからはラベルに移るって。今は何やってるんですか？まだ全体の仕入れを。有在庫無在庫の比率ってどれぐらいなんですか今？いや全然7割ぐらいが無在庫、特定の商品だけたくさん持ってるみたいな。こうちょっと大きいやつだけ、はい、パッと持ってきて、すぐできるように、はい、いるかな。片手でできるんですよ。うん。タイプでこれここで押さえるんですよ。はい。すいません、ありがとうございます。なかなか片付かないですね。ちょっと不完全燃焼です。しょうがないですけど。この後またズーム。この後、3時からコンパスの方と。はい、ズーム。はい、ズームです。はい、3時、4時、5時。3時、4時、5時。お、わかりました。先ほどもね、一件、尾形さん自身のコンサル、はい。はい、そうですね。やってましたね。こんにちは。よろしくお願いします。どれぐらいに着地しそうですか？アカンプ込みで38万。あと2、3000ドル上げれば50万とかも見えてきそうですね。ご連絡いただければ、はい、お伝えをさせていただきますので、いい子。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。尾形さん、結構、その、ズーム入ったりとかして、人気講師だと思うんですけど、はい、こう、ズームコンサルとか含めて、なんか、こう意識してることとかって何か？基本的にはこう目先の目標を立ててあげる、まあ、いきなり100万円こう目指すとかってなると遠すぎてやっぱり辛くなっちゃうので、もう直近で達成できる目標を立てて、まあそれこそ具体的に行動できるように、まあ行動目標も立てて、定期的にまあ目標の方向性にズレがないかどうかとかっていうのを確認していくっていう作業を Zoom 受けていただいている方に関してはこう設定するようにして、そうすると目の前の目標を一個一個達成していくだけなので、いつの間にかこう目標を達成できるような状況になって、こう実績がこう少しずつ積み上がって伸びていくみたいな、まあ、そういうところは意識してますね。うん。うん、でまあ僕自身ももともとなかなかこう実績が伸びなくて悩んでたタイプだったので、いわゆる天才肌ではない。でまあちょっとずつこう積み上げていって、なんとかこう月利100万っていう大台を超えたっていうところがあるんで、まあそういった意味では、まあ、尾形さんとかみたいにならなれるかもみたいな、そういうのを感じてる方もいるのかなとは思いますね。はい。なのでまあちょっとはとっつきやすいっていうのもズームをたくさん入れていただける、うん、要因にはなってるのかもしれないですね。あ、こんにちは。お願いします。お願いします。はい、
今日カメラオンですよ。あ、わかりました。はい、理由としては。お疲れ様です。こんな豪華な面談ですか、これ。今日撮影なんですよ。あれですか、密着の日ですよ。そうです。ではまた明後日、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうですか調子は。そういうことですね。あのちょっと頑張ってみてください。ちょっとリサーチをお見せするところまでいけなかったんで申し訳ないんですけど、また機会があればそういったね、あのリサーチをお見せすることもできますので、またよろしくお願いします。今日事務所での作業は終わりですか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です、ありがとうございます、はい、今からどうしますか。食事に行きますか。行きます、はい、名古屋まで、はい、わかりました。お願いします。お願いします。尾形さんの eBay 始める前何やってたかちょっと聞きたいんですけど。 eBay やる前はサラリーマンをやってて、はい、機密文書の処理業者、うん、なんか産業廃棄物処分業者みたいなのの営業をやってましたね、はいはい、何年ぐらいやってたんですか。7年ぐらい。7年。はい、拘束時間が長かったっていう感じで、うん、朝は早い時だと4時ぐらいから、うん、夜はまあ遅いと9時ぐらいですかね、はいはいはい、で土曜日は出勤なんで、うん、あの出勤1日っていう感じです。会社で、まあ、出世しようと思ってバンドを辞めて、仕事をちょっと一回ぐらい人生の中で頑張ってもいいかなと思って、はい、で仕事をめちゃめちゃ頑張ったんですけど、うん、役職になって逆に給料が下がったみたいな管理職になって、そう管理職になって、はい、あの残業手当がなくなって、あでもそれを知った時に、はい、サラリーマンで努力どんだけしても報われないなと思って、はい、だったらもう自分で何かできることを見つけた方がいいんじゃないかなって思って副業を探し出したって感じですね。探してるうちに eBay を知ったっていう感じですね。そうですね、はあ、輸入輸出、はあ、国内とか、はあまあ、物販以外もアフィリエイトとかそれこそブログとか探してたんですけど、はあ、なんか自分ができそうだなって思ったのが、はあ、なぜか無在庫輸出だったんですよね、はあはあはい、情報発信の方の、はあブログとか、うん、YouTube とかを見て、はい、まず最初勉強して、うん、とりあえず自分の力でやってみようと思って、はい、やり始めた時に出会ったのが本木さんの YouTube とか、はい、ブログだったって感じですね、はい、そこでたまたまこうコンサルをやるよっていう話が出会って1ヶ月か2ヶ月後ぐらいにたまたまあったんですよね、はい、アカウント作ったばっかりだったんですけど、もう正直手詰まり感がめちゃめちゃあって、わからないことがわからないみたいな。だからもうちょっとこれ一人ではどうもならんなっていうのがあった中、そんな話だったんで、これはちょっとと思って、すぐにちょっとご連絡させていただいたって感じですね。すごいタイミング良かったんですね。タイミング良かったですね。多分、あの勢いがある時じゃないと、コンサル費用もね、うん、安くはないん で、 そうです、ね、ちょっと熱が冷めちゃってたりとかねしてたら、うん、もしかしたらそこまでこう応募まで至らなかったかもしれない。そうですよね。本当にあそこで応募してなかったら僕の人生はどうなってたんだろうって感じがします。今日 ポイントですか。これポイントです。何万ポイントぐらい。2万5000。いいですね。ポイント いっぱい溜まってますか、マリオットの。そうですね、結構溜まってますね。仕入れするか。仕入れするんで溜まりますね。ただ家族に使ってるんで、はい、減っては増え、減っては増えで、うん、最近はずっと一定を維持してるって感じですから、うん、そこも含めて。そこも含めてやるらしいね。こんにちは、イベ会のフィニフタンです。大事。さすがキャラがすごい。お疲れ様でーす。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。楽しくないと続けれないんで、こ
投資陣特につらい、辞めたいって思ったの多分一人もいないと思う。一人もいない。僕たち永久殺めになっても辞めたいとは思わなかったですね。辞めることの選択肢はなかったです、ね。逆にどうやったらすぐスタートできるかっていうことをそうそうそう、もう最短で考えてました、うん、マラソンなんですよ、マラソン。記録を出すために走ってる人と常にリタイアを考えて走ってる人との違いがそこに出るんだと思います、うん、その人のやってる同じリサーチが同じなわけがない、うん、っていうのを今日話してたような気がします。はい、いかがだったでしょうか。で実際にね、尾形さんに密着してみて、まあ、コツコツと着実に事業を伸ばされている印象でした。で事務所も整理整頓されてましたし、毎日のルーティンが固まってやることが整理されていました。でまたコンサルも丁寧にヒアリングされながら自らの経験や知識から、まあ、真摯にね回答されていたのも印象的でした。尾形さんの詳細を概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。でまたこのチャンネルでは個人が海外ネットショップ eBay 輸出で稼いでいくための情報を提供しています。最新の情報を見逃さないようにチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。